はい、皆さん毎度毎度。パーマ上手くなりたかったらね、化粧品系パーマ液を使うな。まあ化粧品系パーマ液ね、スピエラとかね、一番売れてんのがシステアミンかな。最近出たパーマ液です。新しいパーマ液です。嘘つけ、システアミンなんかね、うち30年ぐらい前から使っててね、散々失望してきたね。ただね、システアミンによるデジタルパーマ、システアミン特有の痛みを使ってね、カリッと仕上がるんだよね。あの太めで巻いて、それよりちょっと太めのカールがなんか硬く出るんだよね。でそれ焼きパーマっつーっていいのかね。あれはね、もうコールドパーマではできないシステアミンの独特の世界だよね。でそれ以外は大したねことはないね。あのシステアミンとか化粧品系はね、パーマ液じゃないから、パーマが取りやすいから。基本的に宿毛矯正なんかシステアミンでかけた時はさ、健康毛なんか3日で取るちゃうよ。それでもさ、売れてんだよシステアミンが。なんであれ、システアミン使うと手が荒れるしね、ゴム手袋してやりたくなるよ。あれはシステアミンはね、ゴム手袋必須だね。本当に手がね焼ける、皮が薄くなる。パーマね、上手くなろうと思ったら化粧品系のパーマ液はやめることだね。あと中途半端な酸性パーマもやめるべきだね。酸性パーマってのはかかんないんだよ。かかんなくていいってお客さんだけは寄ってくるけどね、まあ、ベルジバンスなんかちょっと特殊なパーマでね、かかんねえんだけどね、あれ加温したりするんだよ。で、癖っ気の人なんかちょうどよくかかんだよね。で、アルカリパーマで癖っ気やるとさ、乾くとゴワゴワになるじゃない。で、そういう感じかね。酸性パーマでも癖っ気かけるとね、ゴワゴワちょっとするけど、まあパーマかかりやすいんだよ。まあそういう時はちょうどいいかもしんないけどね。癖っ気の方なんかはね、もう最初からほら癖っ気持ってるわけじゃない。そういう方はほら、太めで巻いても健康毛でもかかるんだよね。2.5 倍っつったけど、2倍とか 1.8 倍ぐらい、 1.75 倍とかね、癖持ってると太めで巻いてもかかるんだよね。でそれと健康毛のサラサラツルツルの毛、これを一緒にしちゃダメだよね。でサラサラツルツルで取りやすい方なんかはやっぱりね、 2.5 倍ぐらいにしかかかんない、下手したらね3倍ぐらいのカールになったりするからね。あとかかりにくい人、取りやすい人ね、これはね時間を置いてかけるんではなくてね、強い薬ね、とにかくね一番強い薬ね、今うちが知ってる限りだとロレアルのプレミアのチオね、これ強いね。まあ本当にね、取りやすい髪質以外に使わないけどね、10分もけば大体かかっちゃうね。だこれをね、まあ普通の髪質40代50代の方に使うと嫌われるね。かかりすぎちゃって扱いにくいんだよね。だけど取りやすい人にはもうこれ以外のパーマ液ないね。そんな苦労しなくてもう数分もかかっちゃうからで取れにくい。まあこの強い薬っていうのは探せば結構あるんじゃないかな、いろんなメーカーね。まあ比べたことないけどね、これもねパーマ液違うの使うってのは勇気いるよね。だからとりあえずはまあロレアルプレミアチオを使ってればいいかなと。廃盤になったらまた考えなきゃいけないけどね。まあ美容師がねパーマ上手くなるのも下手になるのもパーマ液次第。そのパーマ液を持ってくるディーラーがねわけわかんねえやつだとね、本当に美容師がねいくらやってもパーマが下手ね、はい、お疲れ様でした。